걱정하지 마시고 사랑합니다. 関西コレクションは年に2回京セラドーム大阪で開催する、日本最大規模のファッションイベントで、有名なモデルやタレントによるファッションステージであったり、人気アーティストのライブ、そしてまた京セラドーム内にさまざまな、来場者の方の体験型の、ブースがありまして、見て聞いて体感できる、もうそんな参加型のイベントとなっております。ムナミイムニダ。エイミーストワールは、私が、ブランドディレクターを務めさせていただいているブランドになっています。で、ブランドの由来は女性らしさという意味を表す造語のエイミーと、物語という意味を表すイストワールを合わせたブランド名になっています。僕自身がまだ21歳となっておりまして、史上最年少で今回関西コレクションを初出展させていただいております。そういったところで、今の、関西コレクションを見ている方々も同年代というところで、少しでも僕らと同様に、一歩踏み出して何か違った世界を見せれるような、そういった形でトゥーラのコンセプトとともに、何か大きな影響を与えれるんじゃないかというところで関西コレクション出展を決めさせていただいたということになっております。関西コレクションはずっと夢で憧れのステージだったので、まさか自分が立てると思ってなかったので、すごく決まった時は嬉しかったですし、もっとこの活動を通してたくさんの方にしてもらえたらいいなって思います。韓国の皆さん、いつも応援ありがとうございます。ぜひ放送を見てください。さらえ。일단이렇게큰무대에서또이렇게런웨이를하는것도또처음이고굉장히오늘 DNA 도이렇게댄서분들과함께한맞춰서또모델분들과함께하는무대도처음이어서굉장히처음하는게많은무대였기때문에의미가있고굉장히신기했습니다우리지금이들잘보고계시죠제나이렇게일본에서도이렇게큰무대에서도정말보란듯이잘해내고있고열심히하고있으니까요걱정하지마시고사랑합니다日本の有名なインフルエンサーやモデルさんは、もちろん韓国のイエナさんであったりとか、それこそナンシーさんなんかも今回出演されておりますので、非常に多くのグローバルな方々がお越しいただいておりますので、ぜひ、韓国の皆さんお越しください。